東京電力は福島第一原発事故直後のテレビ会議の映像を公開しました。今日のコンタクトは月に一度お伝えしているフォトガゼット通信。今日のゲストは去年3月から継続的にお話を伺っている原発作業員 T さんをお迎えして、このテレビ会議映像や現在の作業現場についてお話をお聞きします。T さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回もですね、このついたての後ろでのお話ということにはなってしまいますけれども、現在もですね、作業に関わってらっしゃるということで、こういう形で の収録になりますけれども、皆さんご了承ください。で、ちょっと皆さんに、ご説明したいんですけれども、今回、公開されたのはですね、3月11日に東日本大震災が、起きまして、その日の晩から15日の、と16日の間まで、この福島第二原発で撮られた音声なしの映像と、そして13日から15日にかけて、2日とですね、2時間の音声ありの映像というのが、報道関係者のみに、その本店の1階の部屋で公開を、されている状態で、これは今のところですね、9月6日までの限定公開という形になっているんですね。皆さんの目に触れることができる、T さんも見ることができるのは、この色がちょっと濃くなっているわずかな部分になりまして、1号機が水素爆発した直後ですとか、あるいは菅総理が東電の本店に訪れた部分というのは音声なしの公開で、音声があるところはこの3号機のですね、水素爆発プラス、その日の夜の、わずかな時間のみが、今公開されているということなんですけれども、 T さんは震災後もうすぐに現場から離れていらっしゃるんですけれども、今回こう一部ですけれども映像をご覧になって、まずどんなことをお感じになりましたでしょうか。ニュース等でこの映像は少ししか流れているものを見ませんでしたので、一体それがどういったものなのか、詳細なものというものを、きちんとして見ることはなかったんですが、初めてこの映像を、まざまざとして見て、そして改めてそう、あの当時の緊張感、そういったものを映像から読み取ることができました。そして、民進党の中がこれだけ混乱していったということは、さらにその下、そう、末端の作業員たち、何も情報がわからない、何が起きているのかわからない、原子力発電所そのものについてもよくわかっていない、そのような作業員たちが、自分たちがされている管理が本当にそれでいいのか、よくわからないような状態の中で、そう、働かなくてはいけなかった。改めてそう想像を絶した現場であったと、この映像の中からを見て、そしてふと思いました。本店、はい、本店大変です、はい、大変です、はい、はい、3号機多分水蒸気だと爆発が今起こりました。はい、はい、緊急連絡11時1分です。11時1分、了解、緊急連絡します。はい、あれ1号機と同じような感じね。はい、建屋の免震重要棟じゃ分からないんですけども、地震とは明らかに違う横揺れと縦が来ましてですね、ええ、地震のような後揺れがなかったということで、多分これは1号機と同じ爆発だと思います。はい、了解。パラメーター見てくれ、3号のパラメーター、先ほど来た重装に問い合わせて、あと現場の人のは対現場の人、全員さ、現場から出させられるかい。緊急に関係者にすぐに連絡して、今ちょうど3号機の爆発ということで、14日の11時1分、地震のような揺れがあって、でも地震とはちょっと違うということで、吉田所長も声が裏返っているような、シーンを見ていただいたんですけれども、現場は退避退避というふうに言ってるんですけど、ここの部分というのはどういうふうな感じでご覧になりました。私はこの時民進党のにはいなかったわけですが、その当時すで、に働いていた人たち、そういった人たちから家族の人たちからこの時の様子を、話を聞いたこと、それを思い出しました。3号機の時は大変だったんだよと、そういうことを言っていました。そう、1号機と同じ種の爆発と同じような爆発、しかし1号機の時は体に感じるぐらいの小さな揺れ、ところが
3号機の時はそう、免震棟そのものがものすごく揺れたというような想像でする揺れだと聞きます。今ですね、その退避ということで、まあ、私などはこの映像を見ながら、退避するといってもその情報がどういうふうに伝達しているのか、そして3号機の時というのは、まあ、怪我をされた方も出てきたり、その後行方不明の方もいてですね、この後1時間経っても全体の状況が、まあ、分からない状態がこう映像を見ていくと続くわけなんですけれども、実際普段この爆発して退避というようなイメージっていうのは、作業員の方々の中にはこう例えば訓練とかそういうことっていうのはされているでしょうか。爆発、そういったものが起きた際の訓練というものは、そこまでを想定したものというものは、ありません。ただ何か災害が起きたりしたとき、そういったときに、避難訓練というものは行われておりましたが、基本的には電力社員が中心となっていたので、学校の避難訓練のように、末端の全員までが参加するというものは、ほとんどといったことはありませんでした。これ3号機で、この一般には公開されておらずに、まあ、その報道陣に公開されている部分というのがありまして、で私もちょうどこの3号機の、まあ、爆発のちょうど前あたりとか、あるいはその、15日のですね、この後の時間帯なども、もう長時間視聴したんですけれども、まあ、本当に2号機もそうなんですけれども、まあ、刻々とこう状況が悪化して、そしてさまざまな物資も足りなくなると、ガソリンもないし、中にはお金もないと、現地で調達できないと、そういうことがこうずっとこう見てると分かる、手に取るように分かるんですけれどもね、今回このビデオの公開というのは、一般公開されているのは先ほどからお話がある通りに非常にわずかですし、それから報道陣に公開されている部分も限定的かつ、部屋の中で、しかも期日も、限定されての公開なんですけれども、この公開をしない背景として、東京電力側の説明としては、とにかく現場で働いている方のプライバシーがあるので、こういう公開の形なんだというふうにおっしゃっていますし、それからこの今回のこのピーっていうですね、音を消すようなですね、音声の加工ですとかぼかしについても、弁護士さんも、そのようなことをおっしゃって、この公開についてはね、現場に働いている方々というのはどういうふうに、例えば中にはもちろんそういうことを考えられている方もいるでしょうけれども、一方ではやっぱりこの事故の全容をこうみんなでシェアするという意味では、やはり公開すべきなのではないかという意見もあるかもしれないと。これ実際その T さんはどういうふうにお感じになりますか。原則的に私の考えとしては、今回のこの映像、これは、まさに日本の、国家最大級の、人為的災害とも言えるものと思います。そういったものの、原因究明、しかも最初のうちのファクターの非常に重要な部分、しかも東京電力という、この事故を起こしてしまった、事業者、そして国の、そしてまさに最前線、そこでどのようなやり取りがあったか、そういったものをこれは、公のものにするべき、そしてそういったもので、真実を明らかにしていくべき、そういったものは必ず必要になると。もしもプライバシーを確保するものが必要であれば、そこの部分だけ文字起こしをして、字幕にしたり、いろいろな方法があると思います。そういったことが、せずに、プライバシーというものを、理由にその部分を墨で塗りつぶして、そして闇に葬り去ろうとしてしまえば、それは今までの隠蔽体質、これがこれからも続いていってしまうという、非常に厳しい指摘を受けても、それは致し方がないものと思います。事故前と事故後、そういう意味ではこう情報という意味ではですね、東京電力の体質というか、こう大きく変わったのか、改善された部分があるのか、どういうふうに1年経ってですねお感じになっているのか教えていただきたいんですけど、東京電力の体質、全く変わっていないと思います。情報を隠蔽する、そして情報を、自分たちの都合のいい情報だけ、そういったものを、公開する、そしてその情報の底にある、本当に必要なもの、そういったものなどは、出さない。それが今回のこの映像の公開、このやり方にもよく表れていると私は思います。
最近も暑い日が続いていますけれども、去年はたくさん熱中症で倒れた方もいらっしゃいまして、線量も残り少ない方がいらしたりとか、これからそうは言っても非常にこう長い作業が続くことが予想されているんですけれども、ここ最近もですね、例えばその4号機のですね、そばで、白煙が出たりとか配管に問題があったりというようなことが起きていて、同時にその、徐々に進んでいるところも見られるということなんですけれども、今どういったものが課題だというふうに、現場の一人としてお感じになるんでしょうか。大きなものとしては、将来的に、高い専門技能を持った、作業員、これが絶対数が不足する。多くの作業員、もともと福島第一にいたような人間、そういった人たちは、事故の初期の段階から、サイトの中で働いています。そしてかなり被爆をしてしまっています。そういった方々は、戦線離脱するしかありません。そうなると、日本全国から集められてきた、もともと建設業をやっていたような人たち、そういった人たちが、当たることになっていきますが、そういった人たちも数が少なくなってくると、建設業に当たるんじゃないような人間と集められて、そして、作業に当たることになっていくかもしれません。そうすると極端な話、溶接という言葉の意味もわからないような人間がサイトの中で働くことになると、非常に高い、こんな作業ということは難しくなってくると思います。わかりました。ちょっと最後に一つお聞きしたいなと思ったのは、官邸の前でですね、ずっとこう大井原発再稼働を反対する、抗議行動というのが3月の末から行われているんですね。で、7月6月には本当にたくさんの方が集まったわけなんですけれども、こういう動きっていうのはこう作業員の方から見るとどういうふうに映るんですか。そうですね、最初はデモについては、疑問に思っていました。安全圏の人たちが、騒いでいる。そして果たしてこのパワーというものがいつまで続くのか。おそらく事故の1年も経てば、デモなんていうものは誰も行わなくなっているのではないか。そういったことをずっと考えていました。しかし1年経ち、そしてそれからしばらく経つと、デモはどんどん巨大なものになっていく。どんどん人が増えていく。かなりの人になり、そしてそれなりの力を持っていました。そしてさらにここからもっと大きなもの、そしてこの太い幹が枝になり、そしてさらに枝になっていけば、何か変えることができるんではないかという考えを持つまでに至りました。そう、今官邸前に集まっているみんな、それがさらにここからもっと何かを大きく広めていく、そういったことが起きれば、さらに1年後何かが変わっていくかもしれません。今のところ私の予想していた、そう、少なくとも、反原発、脱原発、そういったような流れというものは1年後にはほとんどなくなっているという見通しというものは大きく外れました。わかりました。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。今日お話しいただいた T さんはですね、現在発行中のフォトガゼットに手記を掲載されています。で、本当に生の声をですね、淡々とお書きになって素晴らしい内容ですので、ぜひ、ダウンロード購入できますので、ぜひ、チェックしてください。今日はありがとうございます。ありがとうございました。